タゲダルクチャンネル、まあパンコーズさんに、やられた、ことですね。まあ、第2弾ということで、いや全く信用されてないっていうのは、まあ僕のその動画がだらだら長かったことと、ちょっと物事シンプルに、お伝えしなかったこと、それと彼らが僕に仕掛けたことに対する動機っていうものがはっきりしてなかったら、それはそう思いますよね。うん。で、わかりやすく説明、しようかなと思います。まずね、彼らが今回のことを思いついた動機っていうのが、まあ、その動機になるであろう、まあ、動画のサムネイルだけはね、なんとか、まあ、SNS 上と、それから、マッキントッシュのですね、まあ、Mac のですね、タイムマシンっていう、まあ、機能を使って、まあ、サルベージしました。サムネイルだけですけどね、もう動画がちょっと本当に、どこに行ったんかっていうのはもう、ハードディスク上あさる機能でもないと、この前それをダウンロードしてやってみたんですけど、なかなか出てこないんですよ、2番目と3番目の動画。本当にこれマジで返してほしい。10月の、15日ですね、生配信があったようなんですよ。で、まあ僕はもうちょっと、まあもう、あの界隈と付き合いたくないなって思ってしまったんですよね。もう、正直こんだけあっても、まあその、山口さん関連のこと一言もおっしゃらないし、リスナーさんに対してどう思ってるかってことを言うのは礼儀だと僕は思ってました。で、まあ3本、まあ動画作ったんですけど、15日の段階では、その、まあ、ここにサムネイル出してるんですけども、まあなんかギター業界全体に挑戦するみたいなね、まあもうそれぐらい強く言って誰も出せへんかったらもういいかなというふうな感じです。3本目はもう諦めて、まあ道義上、こういうことを自分は行ったっていうことを、まあ出した動画だったんですよ。で、それに対して、多分、15日の朝やったんですよ。はい。ここにちょっと、証明のするために、まあ、SNS のサムネイルの時間とか、まあ、記載しとくんですけども、10時です。まあ、はっきりと書いておきます。10時に、アップロードしました。で、ハンコジさんの方が、まあ、それよりもちょっと、まあ、午後以降ですよね。まあ、何時間か僕もそれ見てんからわからないぐらいになってるんですよね。で、まあ、僕の動画が朝に拡散された。そして一番目の動画が悪目立ちしてました。っていうのも、山口さんに対する試し引きツアーに関してどう思ってるかっていうのを公表、気持ちを思ったことを公表したのって、僕以外の YouTuber っていなかったんですよ。確かにね、登録者数はその時点でまだ680人ぐらいだったかな。690人か80人ぐらいなんで、そんな気にするような向こうがね、気にするようなチャンネルではないですよ。そんな僕の方が一番よくわかってます。ただ、山口さん関連においては僕は非常に悪目立ちしてしまった。まあ、一つだけなんで。うん。ただ、それでもやっぱり、思ってることをやっぱり視聴者さんにね、お伝えしないと僕のことを信用してもらえないと思いました。それで出した動画です。まあ、すると、まあ、大手からすれば、まあ、気に入らんっていうのがまずあったと思うんですよ。で、まあ、朝の段階で僕の出した、動画を、まあ、昼頃見られたのかなんかわかりませんけども、なんか強く意識してたんだと思います。そして、まあ、先日ね、出した動画の27分のところで、ケンケンさんとロッキーさんが、まあ、僕の動画との、まあ、特にギター業界という言葉、そして、ここ1、2日の話だよねっていうことです。13日に一本目の動画を出してます。まあ、1、2日っていうのは正確ではないですけども、まあ、そうですね。まあ、正確です。2日以内ですし、まあ、1、2日の話に2本出している。つまり僕のことです。まあ、そして、挑戦状です。はい。まあ、はっきり言って、このサムネ見てもらったらわかるんですけども、本当に挑戦状を叩きつけるような文言でした。このことから僕はこの動画で僕のことをディスってるというふうに判断し、SNS 上、X 上ですね。で、彼らについて非難しました。なぜ直接言わずにこんなところで言うのかということを。というのも、動画見てなかった、生配信見てなかったんですけど、あとリスナーさんから伺ったんですよ。こんなこと言われてるよと。2本目の動画を見た。で、僕もこれはさすがにちょっとひどくねと思って、SNS で強く書いちゃったんですよ。うん。この件については僕も悪かったですね。で、それでその翌日じゃないや、18日ですね、の方で、僕が出した4本目の動画の方に、まあ、ファンコジさんの、その、まあ、審判なのか、ご本人なのか分かりませんが、まあ、ステアカウントの方から、まあ、僕をたしなめる、ふうな、まあ、その、コメントが入ってきました。そちら、まあ、このね、書いてある、
あのこれからの方針についてっていう、まあ、動画なんですが、まあ、そちらのコメント欄を読んでいただければわかると思うのですが、まあ、強く諭されました。いくらなんでも公式の X、まあ、あの僕がやってる公式 の、 あの X についてでそれを書くのはどうなんだっていう話をされました。そしてまあさすがに確定してなかったかなと、うん、その状態でねそんな書き込んだらやっぱ悪かったかなっていうふうな気分になってきた。まあそしてまあもう一方、ですね、まあカエルさん以外、まあ、それで最初に書いてきたカエルさんで、次にはそのまあ、あのよくわからないあいうえおさんですね。でまあ彼がまあ僕にたしなめるっていうのを2個目送ってきました。そして、まあ、このお二方がこういうのはあのファンクさんのご自由だからその人たちの判断でしょと、そういうところはやっぱり良くないんじゃないですかと言われて、まあ、それは確かに俺あの僕もですねそこまで書くのはどうかなっていう気分にさせられたんですよ。そしてとどめは、3つ目の方ですね、公式の X の方であなたのこと言ってますよと、でこんなやつ知らんぞって書かれたわけなんですよ。でこんなやつ知らんっていうことは、まあ、僕が完全にあの向こうが知らんのに、まあ、あの X 書いてもうたかなっていうふうに思ったわけなんですよ。それはさすがに悪かったと思ってすぐに謝罪を入れに行きました。そりゃそうです。そういうことをもし勘違いであったんだとしたら非常に悪いことですし、すぐにでも謝ろうと思って謝罪に行ったんですよ。でまあ謝罪に行ったのがその18日のツイッター上のことですね、 X 上のことです。まあそこで、まあ、特にケンケンさんですねが、その時は親切に対応していただいて、まあ、そういう誤解でしたらいいですよって言ってくださりました。そして、ロッキーさんであろうその公式の方からは、まあ、できれば誤解を生むような動画を削除してくださいっていう話が来ました。そして私はその話を聞いた時に、まあ、まずそのお二方に言われた段階で、一遍動画の方を削除したんですよ。まず和解しようと謝罪しようと決意した段階で動画を削除、そしてバックアップの方の削除が、それ以降の言葉バックアップまで残せたらやっぱりさすがに不誠実ということでバックアップの方も削除いたしました。で、それで、お互いに和解したと思ったんですよ。で、まあ、わだかまりもこれでないし、またこれから応援していこうかなと、まあ、こういうことをおっしゃられて真摯に対応してくれる方たちだったらこれからもねこの件について何か説明とかあるのかもしれないというふうに期待したんですよ。で翌日歯医者行って帰ってきた後です、19日です、はい、19日に家に戻ってきたら、まあ、それらが、まあ、捨て垢であるということが分かりました。まあ、捨て垢っていうのは、まあ、登録した日にちで分かりましたね。そして、まあ、現在に至っております。まあ、そして、そのことをですね、ファンクおじさんの方に、捨て垢であることが発覚したときに、これ俺はめられたんじゃないかなっていうことに気がついたんですよ。つまりどういうことかというと、彼らはね、まず捨て垢を使って僕がその、まあ、生配信中にやったこと、を僕に対する挑戦状だというふうに受け取ったっていうこと、誤解であるっていうことを、まあ、こう整えていく。そしてその疑念があった時にお前のこと知らんぞっていうことを言ったタイミングですね。そしてファンコおじさんが公式で行ったことです。公式のツイッターで僕のことを書いたことです。この時系列がすごくね近いんですよ。で普通に考えたらこんなね 1,2 時間ぐらいの間でこんな矢継ぎ早に起こるっていうことは考えにくいですね。何か凶暴でも知らないとダメです。本当に早かったです。でこのスピードが分からなかったらおそらく、まあ、視聴者さんの方にはお伝え分かりにくいんじゃないかなと思います。で僕が確実に彼らが行ったことであるっていうのを確証を得たのはこの後です。3人について知っていることがあったら教えてほしいというのを、まあ、公式 の、 YouTube の、ところにあるコミュニティ欄の方に書き込み、そしてまあファンコージさんの公式の方にも、お伺いしました。すると、ファンコージさんの方は、いきなりシャットダウンしましたね。誤解とも何もないんですよ。で、さっぱりわからなかったです。昨日まであんなに親切にちゃんと答えてたファンコージさん側が、捨て垢のことを聞いた瞬間にいきなりシャットダウンです。これは明らかに不自然だと思って、今のような状況になってます。私の動画は不当に削除されたのではないかということです。こちらの真偽を示すためにまず動画を削除した、これがまず第一です。
これに関してはステアカの誘導が大きかった、そしてさらにファンコジさんからの直接の一言が大きかったということを覚えておいていただければいいと思います。まあそして動画を削除した後の対応です。問題は、これで説明する義務って僕にあります？ないですよね。僕が進んで動画を消すようなことはまずないと思うので、要はこれは誘導されてるんじゃないかというふうに気がついたんですよ。でまあ 1,2 時間っていうタイミング、まあ 1,2 時間ぐらいかな、 3,4 時間ぐらいとか忘れましたけど、こんなねぴったりハマるようなタイミングでステアカとまあ、公式の X、それからやり取りっていう点において、あまりにも時間がなさすぎて早すぎる。だからタイミングがずれるんですよ。ネットをやってたらよくわかるでしょ。タイミングが合いすぎてるっていうところが僕が非常に時系列的に奇妙だと思いました。そして問い合わせた瞬間の反応は、まあもうこれもう皆さん見てもらってるとわかると思うんですが、その後全くお前のこと知らんぞの一点張りです。これはちゃんと僕のこと知ってるっていうのは、その前日でツイッター上でやり取りしててやってるっていうことが残ってるから明らかなんですよ。それに今見返してみたら、動画の中でも僕が言ってることそっくりそのままのことをやっぱり27分でねおっしゃってるようにしか聞こえないんですよ。だからそれはやっぱりでも僕が思い込んだからかなと最初は思って、まあ、そのステアカの言うことを聞いたんですけども、でもそれはステアカによる意識の誘導だったんではないかと。さすがにやばいと思ったらね謝りますし、こんなことがあったらね、まあさすがに僕の信用問題にもかかるんで、これは本当にまあ非常にねきついことで、いやーまあさすがに前日に対応していただいたお客さんに対して覚えてないなんていうような店の店主さんとかいないと思うし、で、仮にこれがまあそのお客さんの向こうとかね覚えてないっていうことはまずないと思うんですよ。なのでこの対応はちょっとないんじゃないですか。で僕は真偽を示して動画を消して、そしてその動画を消すきっかけになったことについて知りませんかと伺っただけ。知らなかったら知らなかったで返信を打てばいいんですよね。あ、すいません、この方たちについては知りませんでいいと思います。もうおそらく知ってたんだと思いますけども。でそうなってくると、知らないって言われたらこっちも手の出しようが普通はないんですよ。今現在本当にこの状況だから、なかなか手をこまないでいる状態なので、知らなかったら知らなかったっていうふうにしらばっくれたらいいだけなのに、なんで逃げるんですか。でしかも僕のその時にやってた公式X の方のやつを一度ブロックしましたよね。ブロックまでされてるんですよ。それで仕方なくて音楽専用のまあその X の方に書き込んでいって、どういうことか問い遮断していたという次第です。まあだからなんか何も要求なんてのはもう最初からないんですよ。何が起こったか教えてください、本当に。一体どういう経緯で僕の動画消えたんですか。いや、これ知ってんのって本当にファンコジさん側しかわかんないと思うんですよね。それとステアカの方々。で、まあそのステアカの方々については特定するのは非常に難しいんですよね。発信者情報の、開示請求っていうのにも時間がかかりますし、それで今思っていることはまあそれ以外で証拠を固めていき、まあ弁護士さんにも話して、まあこういうことがあって僕の動画が削除されましたっていうことをお伝えし、これからの対処の方もね、決めさせていただこうかなと思ってる次第なんですよ。で、もう知らないふりっていうのがね、一番ひどいですよ。だって、実際にやり取りしてるじゃないですか。18日で。残ってますよ。それ、19日翌日にしてやかなこと聞いた瞬間に、態度表現って誰だって怪しいと思いません、それ。ただの疑惑ですよ。ただの疑惑なんですが、もう確定はしてないんだけど、ただの疑惑なんですが、これで僕がね、不信感持たない方がどうかしてると思いませんか。というわけで今回の動画は以上です。